んちはギュウギュウです。そしてツーソーファルです。あ、そしてちょっとタイトでーす。今日も企画をやっていきたいと思うんですが、皆の衆なよ、あのマグさんがですね、先日、うん、あのマグニート埋め立て完了っていうね動画出してたんですよ、うん、はいはいはい、ねえ、マグさん動画内でも、まあ、帰宅部が頑張ってくれてとか言ってくれてたんですよね。その通りですね、はい、そこで、はい、やっぱり帰宅部といえばあのドッキリ覚えてますか、大田先生。大原と思い出だったじゃないですか。違う、それ待って待って待って、あ、違う、あ、違う、それは違うか。やっぱりですね、かの有名な帰宅部はですね、うん、人の島を一マスずらしてもバレない説というですね、悪魔的企画を、僕ら所有しておりまして。いやだなそれ。大変なだけなのよ。一回しかやったことねえけど。一回しかやったことない。今日ですね、うん、マグニーさんの島一マスずれてもバレない説やってきたと思います、うん、よろしくお願いします。いや来たな、重いのが。これやばいな、やばいね、今回はね、ちょっと一部を削って、うん、一部を付け足すというですね、生産性一切なし企画でございます。よろしくお願いします。あ、いつものごとくね。生産性ゼロ。はい。一回寝ましょうか。つやん。あー、さなー、頑張れ。無変世界を眺めてる大原麺選手。無変世界。いや、大原、大原あるあるだ。ちょっとこっち来てください、マグさんと来てください、マグさんと。なんや、すごいよ。あー、ちょっとマグさんと到着するよ。ちょっとカズさんの空島から見よっかな。空島から。俺のラピュタあるから、空島一瞬だけドヤ顔していい。あー、ドヤ顔して。うん、これどうぞ。すごくね、ほらこれ、うん、ここファイヤーチャージ詰めてんじゃないだろうな。いや、詰めて出ねえよ。出るやつじゃねえよ。あらやめろって。あ、やめろ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 。自己満の回でした。以上、自慢でした。はい、はい、このマグさんとね、すごくいいですね。もうでけえ、めちゃくちゃでかくなっちゃってるわけです。いや、言っとくけど、前回俺たちがさ、一マスずらしたとこって、うん、沖縄鳥島だよ。すっげえ。ドズボン3島のね。そう、10マスぐらいだったよ。そう。いや、これもちろんね、はい、全部ずらすとかになったらもうこれマジ4日間かかるわけですよ。丸4日、100デイズかかるわけ、もはや。そんなかかんねえよ。なんで丸1日ぐらいね。今回は、はい、そのバレるかっていうのが、まあ、ミソだから、このね、うん、まあ、マグさんとの右側、あ、植林場の方というか、まあ、木が立ってるところの一辺をですね、うん、ちょっとごっそり行かせていただきまして、うん、それはですね、反対側の左側、うん、あの大体像の裏らへんにですね、つけてバレるのかというですね、検証していきたいと思います。あれ、ちょっと斜めになると。ちょっと斜めになる、ちょっと斜めになるって、はいはいはい、ね、生産性ゼロなんで、あのやめてください、あの問うのやめてください、そうやって。真剣に考えるのやめてください。オッケー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 。やるなら横の辺の方がいいんじゃないの。横の辺、なんで横の辺、横の辺ちょっともう一回、どこ。いや、職員上にとって、あの装置の方つけたらさ、多分マグニスさん装置ぴったしちょうど、あ、そうなの、あの作ってるから、真ん中の柵から見て天体ショーに行くって感じね。そう、あ、天体ショー、いいことを知っとるね。あ、なるほど。そう。じゃあちょっと まずね、ちょっと、うん、陸地で説明した方が早いね。もうすることねえだろ。全然その、ここ削ってくれと言わんばかりのこの昼、この一マス。そういうことなの、これ。これで、そういうことです。そういうことですよ。ああ、なるほどね。ちょっとね、ちょっと分かりやすいように、ちょっと足場ブロック置いとこうか。足場ブロック、この辺から、ウィーンつって。ジョリ、はい、こっちか。そう、こっち行こう。あ、そっち行くのね。ここやね、ここら辺やね、ここら辺で、ここをちょっと行かしていただいて、はい、つけるのがちょっと遠いからね。ちょっと遠いからエリトラ使わせてもらって、ここですわ。見てください、ここのもうつけ足してくれと言わんばかりのこの砂の位置。ここにお願いしますって感じね。そう。ここに糊を塗ってねみたいな感じね。そう。わかりました。で、ここが、はい、この辺だな、この辺。いやー、これじゃあさ、向こうのやつをこっちに移植するってことは、そう。この1レンガが1マス増えるってこといいの？でしょ？だと思ったよ。大体こう言うと思ったよ。ちょっと待って。言うと思ったよ。はい、言うと思ったよ。でれん、どうした？見てください、1年間準備済みでございます。おーい、ロケハナサンキュー。おい、ロケハナ終わってんな。おい、ロケハナ、ロケハナマジで、あ、そういうことじゃない、あの、一皿持ってくごとに、あ、現実世界で、あの、牛角で牛タン一皿俺もらうから。
俺死ぬわ。死ぬの。散財するわ、散財散財。よし、ということで、やっぱりね、マグさんと、まあ、ね、共同作業させていただきましたんで。そうだね。ちょっと今回もバレるのかというね、企画の共同作業していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、砂、いや、砂は一回削るから。あ、向こうで取る的な。そうそうそう、向こうでちょっとしようかなって、ちょっと。やめてください、それ、ちょっと俺の準備不足を。でも向こうでもさ、ちょっと、あ、救急さん。あ、どうしたどうした。今思った、大体。うん。向こう削るやん。削りますよ。削ったとこも砂にせんと、そのそうだね。ちょっと取ってこいよ一回。取ってくるか一回。一旦一旦ね。あ、じゃあ伝えたら任せた。うん、あ、OK、俺砂取ってくるわ。俺とはね、ちょっと進めとくわ、そしたら。オッケーオッケーオッケー。よし。いやー、これ一マス企画来たやったね、ついに。悪魔的企画、ね。みんな待ってたんじゃないの？いやー、僕はね、抑えたんだけどね、この衝動。いや、これはね、恐ろしいこと言うね。これマグさん、これちょっと大丈夫かな。もうどうします、激おこだったらもう僕がもう全責任を負うんで、もうよろしくお願いします。好き放題やるか。もう、はい、ゆうかさん、反対側は全然反対側あっちなんですけど。反対側こっちで、あ、俺山かと思った。ごめんちょっと認識の違いがね、やっぱり。ちゃんといい一つ測ってくれよ。それでは行かせていただきます。なんかそんな積むのもそんなに苦労はしなさそうって感じかな、イメージ。この動画はだってこの1本じゃもう完結しないですよ。なぜならば、マグさんが気づくかっていうところを含めて、うん、やっぱりね、完成なんで。まあそれは間違いないわ。ちょっとなので皆さん、ぜひマグさんのね、動画生放送など見てくれたら嬉しいなと思います。すげえ大変だな、みんな。全部追うっていうね。2ヶ月ぐらい清水さんがずっと張り付いてる。時間ウォッチャーウォッチャーしてね。死ぬほど。こっちこういう感じで。わ、すげえ。あ、タイタイ、マジで建築士。建築士でしょ、俺。マジで建築士来た。建築士だね、完全に。築士券来た、築士券。築士券、タイタイ。ありがとうございます。これは残しでしょ。残したところは、そうそう、これ残し。あ、マジで神。あ、それでちょっと修正するわ。ちょっと俺掘ったとこあるからすでに。オッケーオッケーオッケー。マジで神。こういうことだよね。どんどん生まれてくるんだよ。ありがとうございます。で、ここはね、さっきの。オッケー。ナイス。さあ、もうね、皆さん、お気づきの方も多いと思うんですけども、うん、地味な絵が続いております。いや、まだ終わんないから。まだまだ終わらんから。これはまだ終わらんね。ここはトークでごまかす。トークでごまかすっていうな。トークで盛り上げるっていうね。これだけにしようっていうだけ。ごまかすということでね。はい。いや、でも視聴者さんからね、すごいね、マグさんと帰宅部の絡み好きですみたいな、すごい言われるんだよね。まあまあ、やっぱ愛を感じるんじゃないですか。ああ、そういうことですか。マグさん優しいしね。いや、そう、待って、いや、帰宅部が優しさにこうとなんかさ、つけ込んでるっていう、そういう説もあるから、ちょっと良くないな。なんかやましいことでもあるんですか。いやいや、ないけど。いや、今やましいことしてるからさ、今。まあまあ、確かにね。なるほど。あなたが持ってきた企画だけど。それな。ああ、でも。あ、でも結構早いな、3人いるとやっぱもう超速だな。削るのは、うん、いいね。いいスピードできそうだね。まあ確かに、シャベルもいい感じだから。そう。あと、マグニーさんのとこも、何断崖のところから。はい。ああ、これ。はいはいはい。いや、これ、タイタイのマジで分かりやすいんだけど。ありがとうございます。ちょっと最近建築士になってるから。確かに、タイタイのあの氷の白やばいよね。もう。あれ、カズクラの。いや、まだです。まだなのあれ。タイトル完成じゃなかったっけ。タイトル完成だった。タイトル完成だけど、あの、カッコ、外装がっていう。あー、外装が完成。そういうことか。いや、次内装か。すげえな。そう、さすがにね、ちょっと、慣れてないもんで、時間がかかる。いや、でも、作ろうと思ってるだけでもすごいと思う。すごい、マジですごい。あれ、ありがとうございます。よく設計からやったわけでしょ。そうなのよ。ぜひね、あのタイタイチャンネルを見てください、皆さん。ありがとうございます。タイタイがマジ3ヶ月ぐらい経ってるよね。3ヶ月ぐらい経ってる。まあ最初1ヶ月何もしてないですけど。何もしてないっていうな。ずーっと考えたんだもん、ずーっと。なるほどね。うん、すごいすごい、集大成できてるんで。そうあれ、倉庫行ってる間に行った、一マス行っちゃいました。早い、マジで早い。3人だと超早い。思ったより
ねえ、すんなり終わったね、こっちは。ちょっと、一回、これ、まあ、寝よう、一回寝よう、一回寝よう。一回寝ようか。えー、お布団に噛まれ。エスミ。エアコンが寒いな。おはようございました。なんかエアコン寒い人いたけど今。いや、寝言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 でエアコン寒いなってた今。夜起きやった寒くて寒くて起きた人だった、うん、確かにな、このベッドね、布団薄いからね、これね。キキチ、俺の布団ちょっと、えいただきますか。あ、出た。ありがとうございます。オッケー、よし、そしたらちょっと移植していきましょう。移植するか。じゃ、まずここちょっと壊させてもらって。オッケーオッケー、じゃあちょっといただくわ、足は。オッケー。いや、絶対使わんやろ。いや、足持って、え、あ、松明ね、あった。あ、松明あった、松明あった、松明あった。こう脇差しの試合じゃない、ちゃんとライトオーバーレイでやってるから。そうだね、ちゃんとしとかないと。カズビジョンがついてる。確かに、カズビジョン付きだからごまかし効かないからね。うん、ちょっとこの辺危ないな、この辺危ないな。水もこう、キヨキヨビジョンでいくわ。キヨキヨビジョン、キヨキヨビジョンあんの。キヨ、いや、目分量っす。ラガンな、ラガン、キヨキヨビジョンラガンだから。ラガンな、オッケー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 。確かにね、ここでクリーパーってこう湧いちゃったらもう大変だから。ちょっとね、おいおいおい、どうした、おーい。どうした、やる気ねえ削りしてやるぞ。おい、誰だよ、これ諦めたやつ誰だよ、マジで。おい、これ誰だよ、さすがに。誰だよ、おいおい、途中で諦めたやついたぞ。頼むよ。頼むよ、ほんとにね。あ、オッケーオッケー、ナイス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 。オッケー、よっしゃ。そしたらちょっと一マスずらし作業開始しましょう。こっちです、こっちです。奥行くか、奥、奥行きましょう。さあ、やってまいりました。まあ、作戦としてはこちらにまず砂で肉付けします。その後に削って上はね、石レンガにさせてもらおうかなと思っております。そうだね、はい。それではレッツゴー。じゃあまず先にこれ砂削って石つけたらいいんじゃないの。なんか水なくなっちゃうと、うん、1マス目だけだから、この端っこで削っちゃっていいと。あ、そういうことか。で、まず石レンガをペコペコってちょっと行かせていただくと。ペコペコして、うわぁ、砂岩ある、砂岩あるぞ。砂岩ある、砂岩があるぞ。やっぱね、いたずらにもこれね、やっぱりそんな削んなくていいんじゃない。あ、そっかそっか、表面だけでいいのか。あ、そう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 、あ、なるね。そうそうそう、オッケーオッケー。石レンガ表面だけだから、俺なんかすげえマジ5スタックぐらい持ってきたけど全然いいね。そんないらん、そんないらん。12個とかでいい。ここまでちょっと行かせていただいて。あ、ここら辺やっぱいるな。はい、この辺にまず行かせて。はい、キヨキヨです。あ、そこ、そこいらない、そこいらない。あ、そこじゃない、あ、そこ。大体さん、オッケーオッケーオッケー。いや、ちょっといいっすか。そんなことないぐらい。はい、最終的にいるよね、多分。最終的に、ね、砂で、そう、砂だってここにつけるでしょ。まあ、最終的に砂は必要よ。超、超最終的には。ね、だよね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、なんか、ちょっとひる、たいゆきさんいない？ひろゆきさんみたいに。ちょっと今、なんか間違ってた今。なんか間違ってた。ひろゆきさん。はい、ひろゆきさんでーす。シーラータン足んねえっすよ。シーラー、この絶妙な位置。ここにシーランタンを1個置かなくちゃいけないという、この。マグニさん、4マスだけにシーランタン持ってますよ。お前に任し。お、シーランタンの男来た。シーランタンの男は。シーランタンの大体。お願いします。ジャジャ島から転売しまーす。あ、転売お願いします。転売や、大体。ちょっとカズさん、転売嫌いって言ってたからね、動画の中で。注意して。うん、いや、持って、じゃあ無理だけど、俺持っていけないけど大丈夫。よし、ちゃんと持っていけないけど。よし、じゃあそれじゃあちょっと砂埋め作業いきましょう。こっから分かりやすいね、砂がないところにこうやって埋めていくと、こうやってほら。いや、アホだな、いや、マジアホだなこれ。1個かよ。1個だよね。シーランタン、あれ、シーランタン置き場所どこだ。ここだね。あ、そこ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 、ここだね。そうそうそう、笑った。よし、こっからねちょっとね、あ、置かせていただいて、これで完全犯罪成立だから、はい、これで犯罪言うなよ。犯罪じゃないからね。これさ、一マスずらすあるある言っていいですか。なんすか。あのミルダムとかで、うん、視聴者さんがマグさんに言うのよ。あ、キョキョさんたちがやってましたよっつって、うん、はいはい、帰宅部がやってましたよって言って、うんうん、あ、そうなん、うん、で終わるっていうパターン。いや、間違いないね。いや、あんまインパクトもないじゃないもんな。そう、俺今やっててあれなんだけど、うん、やられた側これ反応困るだろう。
絶対一本にできない。反応しないでください、もう本当に。あ、そう、あ、そうなんだけ欲しい。あ、そっか。マグミさんはへへへって笑ってくれるから絶対。じゃあもうマグさんに気を使わせてしまうというね、このこれも悪魔的な企画の一つですよ、やっぱり。なるほど。言っちゃうけど俺たちのさ、うん、そのあれがちょっとごめん、作業中だけど来てくんね。いやいや、ちょっとそれは許せない。こっちこっちこっち、それはできない注文だ。いや、今の話の流れじゃないと無理なんだ、これ。なんだなんだなんだ。マグニーさんの優しさについてちょっと。なんなんだちょっと。討論したい。ちょっとこっちに来てくれ。じゃあ私行くよ、そちらに。キョウキョウだけでいいもん。キョウキョウだけでいいよ。おい、なんで俺ハブるんだよ。自分のハブやこれ。ほら。ハブタニエン。見ててみ？ここ。おい、ちょっと待って待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。北君から渡したこのダイヤの部屋。これダイヤの部屋これ。ま、もう完全に。完全な形で残ってますよ。いや違うよね、これは、うん、これはそのいらないとかじゃなくて、あの、うん、何これ記念物として取ってくれてんのよ、これはもう歴史として。なるほど。あ、そういうことなんだ、うん、博物館的なね。そう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 。もう何もないよ、もうもうマグニーさんも忘れるわこれ。マグニーさん忘れるわこれ。やっぱ世界遺産ですから、これじゃあこれ取ってくれるからね。わかりました。そう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 、世界遺産、そう世界遺産、マグさんの、あーこれはねありがたい。マグニーさんは優しいから人のものは壊せないんだよ。いやーもうちょっとマグさん本当優しいよね。もうどうしよう、うん、どうしますの。俺のこれで残っちゃったんだから。もっと労働していかないとね、やっぱり。これも労働なんすか。いやこれは労働じゃない、これは。これは労働じゃないの。これは労働じゃないよ、もう労働に入らん。でしょうね。いたずらにもなってないから、説だから、説。説検証。そう、そういう自覚はやっぱあるからさ。なるほどね。そのリプレイモードってあのプレイヤー中身入れるから。うん、あ、マジで。はいはいはい。うん、中身入れんだ。だからサボってんのもバレるよ。あ、なに俺に言ってんのこれ。今完全になんかそういう話題俺に言ってるみたいな。いや、まあ、ちょっとね。あ、違うよね。いや、俺一回で、うん、建築なんか企画屋さんが押して俺が押してタイタイが走り回ってる画像をリプレイ持ってるようになるとおもろいな。いや、タイタイ説検証したいな、なんか。なんか俺の前で言っちゃダメなんですね。やりたい、マジで。静かに回しなきゃダメなんだよ、リプレイ持って。静かにね、確かに確かに、うん、よしよし、もうすぐですよ、皆さん。全然わかんねえ。一マス全然、俺らもわかんねえ。わかんねえ、そこに追加したからね。まあそうね。うん。マジでわかんないね。だってシーランタン植わってるもん。ここにシーランタン植わってたらもうこれマグさんがやった領地だよ、これは。まあね、確かに俺たちはやらもん、今日も。やらやら、うん、あれこれ終わった？終わったね。完成。そうでしょ。これはね、うん、気づかんよ。これは絶対気づかん。いやなんでそれ絶対、絶対も来世もないよそんな。いやあるんだよ絶対。じゃあまた判定基準決める。判定基準、あ、気づくの判定基準。そう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 。分かった、どうする。まあとはいえ視聴者さんが多分ね教えちゃうと思うのよ、もうこれは。まあね、こればっかりは仕方ない。そうだね、こればっかりは。そう、はい、だからあの視聴者さんが教えた時に、ああらしいねって言ったらこれはもう俺らの負けですわ。でしょうな。視聴者さんが、うん、まあ言ってって言ったらまあ僕らの勝ちですし、あとは、うん、まああと負けの要素としてはこうね、うん、撮影してて、じゃあ今日はね、うん、無限期作っていきたいと思いますっつって、うん、やってる時にあれあれこれ一マス、あれこれ一マス、これ増えてないかって言われたらまあ僕らの負けですわ。嬉しい負けだね、それ。、うん、一番そうあったほしい。そういうことなんでね、これはもうガチですから、はい、リアルガチで、リアルガチで、ね、やっていきたいと思いますんでね、ぜひとも説明欄にあるマグさんのね、チャンネルから、はい、まあ、ミルダもやってらっしゃいますんでね、もう見ていただいて、うん、帰宅部の勝敗を皆さんの目で確かめていただきたいなと思います。いや、そんな気になんないんだよ。おい、大体そういうこと言うなよ。衛生省、衛生省、そんな気になんないとか言うなよ、これ。ほら、気になるよね、これね。うん、そういうことで、ほらカツアゲ、完全にカツアゲなのよ。ということで、毎日10時30分プレミア公開しますんで、
ぜひもチャンネル登録して次回も見てくれたら嬉しいなと思います。よしということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。